この間ついに、うん、VR の世界に行ってきました。お、え、なんか、え、初めて？初めて、いや、ちゃんとしたの初めてです。どこで？渋谷？ですね、一回ね、あぁ、ちょっと待って、どこで拭いとくから。え、それ拭き終わるまで待ちましょうよ。じゃ拭きながら引くから大丈夫。え、まあいいや。一回骨氷さんに収録外か収録内かわからないんですけど、あー、なんかあれか、ホラーのなんか行きましょうよって言ったところ、そうそう、ホラーの VR があってみたいなのに行ってきました。やだー、怖かった？怖かった。来ました、受けてた。今 URL 送ったんですけど。おもろなんですかこれ。ティフォニウムっていうお台場のところにある。ああ、そう、お台場だった気がする。はい、はい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 、中のコリドールっていう VR の演目というかアトラクションに行ってきて、まあ、プログラムというか、はいはい、後輩がここでバイトしてるんですよね。すごい。で、そこでちょっと来てくださいよーみたいになって行ってきたっていう感じなんですけど、うん、これは歩くのかい、それともこう見せられてるのかい。これがすごくて、僕もどんな感じか分かんなかったんですけど、うん、順番になったらあのベルで呼ばれてチリンチリンチリンって、うん、オーダーおい、中居君も大変なんだからコリドールウィームッシュ。足田マナの回好きだなずっと言えちゃんそれ。あ、もう分かんなくなっちゃった。な、何？どうやって、何？ベルで呼ばれて何なの？ベルで呼ばれて、なんか部屋に連れてかれて、はい、で、部屋の床にグルメが。VR の、あの、ヘッドセットとか一式が置いてあって。床に？そう。で、それを付けさせられて、はい、で、あの、後輩と二人で行ったんですよ。その、バイト先のね。後輩のバイト先に別の後輩と僕と二人。ああ、はいはいはい。後輩 A さんのとこに後輩 B と行ったの、ね。あ、そうそうそう。で、それで、はい、あの、一緒に VR つけて、一緒に回るんですけど、うん、こう、なんて言ったら、こう、歩き回るんですよ。歩き回る。ただ、あの、バラバラになるといけないんで、なんかリングを二人で持って、そのリングで離れない、はぐれないように一緒に回るんですけど。電車ごっこ的なこと？あ、そうそう、なんか、持つタイプの電車ごっこみたいな。はい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 。で、よくできてるなって思ったんですけど、うん、なんか映像を見て、こう移動するんですけど、はい、屋内なんで、エリアは限られてるじゃないですか。うん、それはそう、すぐ壁じゃない？言っても。そうなんですよ。なんで、だからこう、どんどん進んでいくんですけど、方向としては多分おそらく一定方向に時計回りにぐるぐる部屋を回るようなイメージですね。はい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 、はい。ただ、映像がどんどん進んでいくみたいなイメージで。あー、なるほどね。言ってました。すごーい。実際に映像を見たんですけど、うん、マジで目の前に怪物出てきてめちゃくちゃ笑っちゃった。僕、本当の大声出る、そういうことされたわ。いや、すごかったですよ。やだー、もう絶対やだ。よかったー、あんたの誘いに乗らなくて。なんか本当に、床とか壁から、ニレニレってこう、なんかやばい、モンスターみたいなのが出てきて。やだー。もう触れられると思うんですよね。もう目の前にいる。顔。いや、だってさ、はい。VR つけてるから、マジで触ってこようとしてるやついるかもしれないじゃん。あー、本当実際にね。そう。そういう嫌さも、これ外したらもう、なんか、つるってかのぬるぬるおじさんいたらどうしようって思っちゃうから。囲まれてるかも。そうそうそう。マジでいるってなっちゃうから。怖くない？なんか。あとは、結構、なんだ？ヘッドセットで、かつ、音もその、ヘッドホンつけるんですよ。そうだね。で、一、うん、人じゃなくて二人で回ったんで、二人で話しながら、こっち行くよ、みたいなこと言いながら回るわけですよ。え、トランシーバー的なことできるってこと？いや、できないです。だからもうヘッドセットを貫通して、大きな声で喋るしかないんですよ。大声ね。はいはいはい。大きな声で喋るしかないんですけど、だからもう、なんか、わー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 言いながら、屋敷を回るみたいなことしたんですけど、うん、ちょっと本当に僕良くないなっていう反省、自戒を込めてなんですけど。脱いだ？脱いでない。見えないことをいいことに。脱ぎました。脱いでないんですけど、うん、なんかね、URL、あ、骨氷さんにさっき URL 送ったんですけど。踏みましたよ。え、ウイルス等と。いや、違います。何ですか？その、まあ、URL のところになんか、紹介動画みたいのがあって。ある。その紹介動画のなんか最後の方にチラッと、なんか、モンスターの、なんで言ったらいいんだろう、お姫様みたいな。多分、なんか女性だと綺麗なね、人だったんだろうな、みたいな。一瞬だけね、1分20秒前後。ああ、はい、はい、はい。花嫁姿みたいな。うん。そういう、なんか、人が出てくるんですよ。モンスター。はい、はい、はい。で、なんか、この人がめちゃくちゃ近くまで来るんですよ。うん、近くまで来て、なんかこう言ってくるみたいな。なんか言ってるみたいな。
喋ってんだろうなみたいな感じで言うから、うん、僕、うん、そのタイミングからずっと大きな声で、千葉吉兆の最強神ってずっと大きな声で、最悪言いながら、囁きお神よでかい声で言うのよ、まず。いや、これで、なんかその瞬間めちゃくちゃ面白くなっちゃって、これ何回か出てくるんですよ。このささやキャラクターおかみ来たおかみ来たって言ってささやいてるってずっと大きな声で言ってたのがちょっとあまり営業妨害すぎたなと思って最悪マジで今日ザメ一個になっちゃったじゃん一緒に行った後輩にも大声でささやきおかみって言ってる人聞いたことないって言われちゃってうん。ささやきおかみって大声で言う単語じゃないしひどすぎる、ちょっと。いや、でもほら。楽しいんで。いや、楽しいけど、やっぱ怖いから、僕もなんだかんだ。嘘つけ。急に人間アピールした。いや、怖さを紛らわせるために、ちょっとやっぱり知ってる面白に変えなきゃって思ったら、ささやき狼になっちゃいました。でも面白に変えただけよかったよね。もう、エロスに切り替えて、もう急に一人でディープキス始めたらもう。ぬるぬるのおじさんとあ、本当にキスしてるみたい。って。あとはじゃあ、骨氷さんにはあれですね、なんかその後輩、バイト先の後輩が、うん、なんか写真撮ってくれてて。え？ディープキスの。一人でベロ出してる写真。いや、VR のね。だちょっと送りました。めちゃくちゃおもろいんだよな、この VR 受けてる人の写真って。あ、シュール。そう、部屋をずっとぐるぐる回ってる。オキュラスか。ですね、多分。あ、輪っか。あ、そういうね。はいはいはい、もう、一個の、ちっちゃい輪を。輪投げみたいな。輪投げの輪。リングフィットの半径ぐらいが直径の輪。わかりづれ。はいはいはい。あとは何だろう。なんかさ、はい、色多いな、この3枚目の画像。ああ、そうなんですか。なんか、後ろが紫だし、あなたの上を、なんか何オレンジっぽいし、下緑だし。配色後輩の腕も、なんか、青だし、黒と白とも、色が多いんで、この画像。あと、これは怖いだけじゃなくて、うん、めっちゃ虫が出てくるので。え？リアルに？どっち？リアルなわけないだろ。ああ、VR で。VR 内で虫が出てくるので、虫がダメな人はダメかもしれないですね。虫は大丈夫なんですか、ね、僕は、なんか逆に虫面白くて。実際にさ、超大量の虫に囲まれることってないじゃないですか。うん。うん。だからなんか、うん、もう耳元でブンブン飛び回って、視界でも虫が飛び回ってる光景、受けて。口開けちゃう。もう口開けちゃうもん。で、そんな中で向こうからね、ささやきオカミが、高速で来るから、オカミ来た来た来た最悪。こういう人間とね、お化け屋敷行かない方がいいですよ。逆に。もう。いいだろ。逆にいいだろ。怖がり。強ザメ、強ザメですもん。このコリドールがささやきオカミになったんだから。てか、これさ、はい、一緒に行った人怖がりとかだったらさ、うん、怪我するよね、多分。ああ、どうでしょう。大暴れして。例えば、虫嫌な人がさ、うん、虫の場面で出くわしたらもう、大暴れでしょ。そうですね。後輩とかは怖がりだったけど、んだんなんかそこの理性はありましたね。うん、怪我させてはいけないの。VR っていうのと、やっぱり、一回入るときに部屋のサイズ感わかるんで。ああ、そっかそっか。だし、あとは VR の画面上でも壁が近づくと急に赤い、なんか車線が。ああ、あれね。カノエイコーがカウントしながら越えられないみたいな。ワン、ツー、スリー、フォーね。ある。ああ、なるほど。ただ、あと、やっぱ酔いましたね、VR。VR 慣れないと酔うよね。なんか終わってから大丈夫だなって思ったんですけど、その日半日くらいずっとなんか軽い車酔いみたいな。現実酔いじゃん。ずっと VR いた方がいいんじゃない？え、ささやき狼とデート？そうそう、ずっと。今日も可愛いねって。あ、おかみにささやくんだ。そうそう。おかみをささやい、ささやきながら照れてるから。二人してささやいてたら終わりだろ。これ、怖いの以外のあるんでしょ、でも。ありますよ。なんかね、占いをしてくれるみたいなやつとか。はいはいはい。なんかでも、なんか、夢日記みたいな世界観だなって思いました、やっぱり。あ、全部やったの？やってないです。このコリドールだけなんですけど。あと、怖いのとかだと、イット。うん、書いてあるね。とかの、なんかモチーフというか、これ怖そうでしたね、かなり。なんか追いかけっこみたいなしてました。え？映像内で。ええー。やだ。だ怪獣の住処っていうなんかやってて、うん、それはこれライド型だから。あ、そうです。歩かないのか。でもなんかいろんな予告動画だとバルダン星人がめちゃくちゃいっぱい、うおーって言って、
迫力って思いましたね。VR ね。久しくやってないな、業務用は。え？ああ。怪獣の住みか VR のところの参考画像に彼氏ずらしたダダがいる。いいじゃん。え、僕、ダダがめちゃくちゃ好きだから、ダダが遅刻になっちゃうかもしれん。これ、彼氏ずらえ、彼氏ずらしたダダじゃないこれ。まあ確かに、どういう映像なのこれ。これ何これ、いつの間にか隣にいるんじゃないもしかしたら。はあ、ダダの。これ、相方、ダダの顔になるんじゃないこれ。あ、そういうこと？一緒に乗ってる人が。怖一番怖いわ。なんか、そうじゃないアイド型でってことは。ダダ違うのかな、ダダと回るの、ちょっともうわかんないです。これ、実際に行って皆さんの目でね。はい。お確かめいただければ。結構まあ、お値段はかかっちゃうんですけど、まああんま体験できないことだと思うんで、ぜひやってみてください。いいなぁ。今度また一頭のやつ一緒に行きましょう。無理です。ちょっと、協定上の、あれやろ、VR やろ。協定上の VR なんてあんの？協定上に VR ある。船に乗って、船。船に乗って、ちゃんとハンドルと、あれで、2周するやつか。F1 のクラッシュの VR とかないんですかね？本当に不謹慎だからやめた方がいいと思うよ。いや、人死ぬから、あれ。確かに、ね。あの回転は、グランツーリスモで体験できるから。あ、なるほどね。あ、そう、2、300キロで画面付き一つでいいから。ということで、あれ？今日ってもしかして。あれ？あれ？そうだよ。これって、2022年の最終回ですよ。いや、しここ。骨氷のラジオ、自己満足。お前チラッと触れたけど、はい、なんと2022年最後の回ですよ。2022年最後の回ですよ。ラジオ自己満足もね、第77回ということで、すごい、もうようやったわ、ようやったわ、ようやりました。今年もね、一回もまだ落とさずに、物を落としかけたけど一回、まあまあまあ、どうにかなってますよ。どうにかなってるよ、そのあたり。そういうことでね、はい、去年もやったあれやっちゃおう。何ですか？自己満足的流行語大賞、よいしょー。2022です。はい、いや、これさ、うん、あ、まあいいですよ、説明だけしてもらっていいですか？今年ですね、ラジオ自己満足は第何回からですか？もう20、ちょっと待ってね、ちょっと見てるからね今。27回からが、はい、2022年のはい、回なんでございますけども、そこから、はい、だから先週の回77回、はい、76回まででこうインパクトのあったワードをお互い選出してトップ10ですか、はい、発表していきましょうという回でございます。これ、うん、去年もやったじゃないですか、はい、で去年はですね、はい、1回から26回だったんですよ。そうですね、25か、25か、26が、そうそうそう、はい、今回計50回、約、うん、50、そうね、ほぼ50。バカみたいな量。バカ量でしたね、これ、本当に。まあ、そうね。まあ、単純に、1年目が7月から12月だったもんで、ほぼ半年。ぴったり半年、そう。うん、から、もう倍だよ、ぴったり。まあ、でも、しゃあないですから、やらないと、これも。やりました。収められませんから。選考方法についてね、もう早速、ちょっと説明させていただきますと、はい、去年と同様、僕が、骨氷が、ヤシココの発言を、5個ぐらい選出して、はい、また、ヤシココが僕の発言を5個ぐらい選出して、はい、で、まあ、いい感じに並び替えて、インパクトになった順にね、はい、インパクトとか印象に残った順に並べたものをご用意しております。なるほど、なるほど。もういっちゃう？もういっちゃおう、これ。10個もあるから、10個もあるから、これ。そう、もう振り返りもちょっとするし、編集はね、うん、うん。編集も、うん。頑張らないです、今回は。はい。年末なんで。はい。ということで、じゃあ、行っちゃうか。10位。じゃあ、私が言おうかな、これは。お、はい。わかりました。第10位。じゃあ、はい。ドゥルルルルルル。バン。第66回。読み聞かせ、カチカチ山です。これね。あったね。これです。第66は、鍋とナンパって回ですね。そうですね。前代未聞の、
日本撮り。日本撮りじゃないけど、一本撮りかっこ日本撮りなんですけど、うん、これが豪華な内容でした。はい、まあ、まずここのこの回が鍋の好きな具材の話して終わったと思った瞬間、ナンパの話が始まるんですよね。ちょっと尺足りないなって思って、ちょっと。そう、急に撮って。うん、そう。で、そのナンパの話の最初の方に急に、なんかもう、我々がナンパと関わったことがないので、なんかわけわかんない話になって、なんかカチカチ山の読み聞かせをしたら、振り向いてもらえるなどと、のたまったことがよくわからない。おい。まあまあ、これは僕がね、出だしに言ったことですね。よく出たなって思うよ、今聞いても。今日聞いてたけど、ね、このままその後私も同じような話で展開して結果最後ねマリオサンシャインだからこの回分かんないなね、なってたから、この先もこういう振り返り毎何全部してきますけど、要素だけ話したら全部わけわかんないんですよ、どの回も何それ毎回さ突拍子もなくない、なんか突然。いや怖い、なんか発作みたいにこういう発言するのよくないですね。なんで読み聞かせが出てきたかも覚えてないし、なんででしょうね。なんでだろうね、なんか本でも読んだのかなということで、うん、はい、まあ第10位でした。10位でした。はい、はい、第9位は、まあ、僕でいいのこれ。え、いいですよ。じゃあ流行語大賞第9位、ダララ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 ラッチャン、裸で外歩く、はい、でございます。これは第43回ですね。回ですね、骨氷も倒れることがあるみたいな、はい、倒れた、はい、ね、倒れた、僕が倒れた後の倒れたレポですね、はい、を一人で話してる回、一人っていうか、まあ、僕がメインの回になってますけども、はい、なんでこうなっちゃった、なんで僕が裸で外歩いてるの。これはですね、下りとしては結局骨氷さんが一日見つけられずになっていた現状は良くないっていう話から、はい、まあ、なんかジーヤとかがいればねって思って、なんかジーヤの話ついこの間もさ、ずっと俺ジーヤの話してジーヤがね、ジーヤ欲しいわやっぱっていう話だけど、私がジーヤじゃなくてチャンネルとかがいいんじゃないですかって言ったら、いや異性が家にいると裸で歩けないと、で裸で家の中を歩き回れないって言おうとして、骨氷さんが言い間違えて裸で外を歩けない、外歩くじゃないって言って問題がないね、潜在意識みたいになっちゃったね。そうそうそう、本当は歩いてるのをご報告してるだけなので、まあそうだね、結果としてですね、はい、まあ、まず製造確認システム構築しましたよと、うん、言ってた。最近僕外泊が多いんでちょっとよく通知出てるよね最近、うん、僕通知オフでしてるから知らないんですよね。ああ、まあ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 、本当に死んだかなって思った時に見てもらえればいいかな。そう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 。と、あとね、心拍数を定期的にお知らせする場所もあるんで。もうすごいですね。本当に。本当に。死んだら分かるようにしておりますので、もう、これは安心よって言えるのかな。わかんないけど。トネゴリさん、だんだんインターネットから最近隠居してるんですよ。いやー、そうなのよ。インターネットにね、本籍をみたいなのしてたんですよ、この回で。ちょっと最近さ。あ、してたか。してたかもね。ちょっと最近ね、席をもう。一番いるのインスタだもんね。やばいよね。本当にこの人やばいんですよ。インスタのストーリーが一番更新してる。やばい。こうなっちゃった。もう、一番嫌いな人種になった。トネゴリさん。おい。待て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 。ラジオ。一番いるのラジオ。一番いるのラジオだからね。やっぱはい、ということでした。はい、そういう感じです。はい、じゃあ次、第8位。はい、第8位。じゃあ僕ですかね、発表は。はい。はい。でるる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 。頭いかれちゃったのかな、はい。です。これは、あ、これ僕じゃなかった。僕が言うべきじゃなかった。まあいいか。まあいいですよ。まあいいやいやいや、はい。はい、52回。52回が何の回か覚えてないですよ。ちょっと見ますか。52回。52回はですね。別にこれメインの話題じゃないのよ。そう、今合唱がしたいってことで、合唱曲について語るだけのね、はい、割と雑談寄りの回なんですけども、はい、これ怒りのコーナーですね、はい、始まってすぐぐらいかな。52回だと怒りって結構長いかもね。長いからもうちょい前じゃないか、怒りが始まった46とかだもんね、怒りで。そうそうそう、だから割とすぐの怒りでこう、いやし、ここのスマホがもうすぐ電池が切れる、うん、てか 15% から0になるみたいな、はいはい、なんかそしたらなんか急にスマホ頭いかれちゃったのかみたいな。いや、なんかそこだけするとさ、やばい、ね、すげえ暴言、スマホに対してすげえ暴言急に言ったからちょっとびっくりしちゃった。あとスマホに頭があると思ってるのも怖くて、ちょっと、いやでも実際今もそのスマホ使ってますけど、やっぱ頭いかれてますからね。
なんで変えない15-0 はやばいって。いや15-0はまだいける。でも最近はね15-5-0 5が間にいる。おちょくってるじゃん。やっぱ頭あんじゃん、いかれちまってんだこいつ。15が3じゃんもん。確かに5が1じゃんもん。まあでも確かに怒りっていう変えた方がいいよ。コーナーも生まれたっていうことがよくわかりますね。怒り、怒りね、うん、怒りについてあんま触れられてないね。でも最近怒りあんまやってないですよね。今日もやってない、うん、もっとちゃんと怒らなければならない我々は。来年怒らんもん。え、私結構怒ってません。でもなんか怒ってると怖いって言われるから。ああ、いいなよ、もっと怖いとこ出してこ。スキンヘッドが似合う男にさ。いかつくならないとね、発言から。そうそうそう、だんだん眉間にシワ寄せてか、いやもうシワの後つけてかないと眉間にも。かしこまりました。いるじゃんたまに、全然怒ってないのにずっと寄ってる人ね。こわもてってやつですね。あれやろ、あ、ないかな。じゃあ流行語大賞第7位、ドゥルルルバドアラの中です。なるほど。これは61回夏ですね、はい、漢字一文字シリーズです。あの夏休みの思い出を話すっていう回ですね。うん、そうですね、ほのぼの回。そうなんですけど、まあなんか、うん、骨氷さんがバイトでなんかドアラの中、ドアラやったやったってね、話をしてるだけだけどね。でもなんかそのドアラの中って日本語的に大丈夫かなって。どっかに目つけられないかなっていう。え、同人誌とか書いてる人に、え、でドアラの同人誌。エロ同人、あるだろう、あるだろうな。あ、まあまあまあ世界は広いからね。あれ、あのさ、スケッチブックに気持ちいいですって書いてるんでした。おい。そうなんだ。誰だろうね、お相手はね。お相手はね。お、え、今なんか今すごいいいやつ言おうとしなかった。なんでなんでもない。なんでもないですよ。次行こう、次行こう。こわ。はい、じゃあ6位お手が、6位言うわじゃあ。はい。第6位。ベルルルルルルルだ。また髪の話してる。来ましたね。前回です。前回ね。もう本当に僕これこのアスキーアート大好きで、ちょっと前回編集してる時にね、僕ジダンダ踏んでたんですよ、これ。そう、めちゃくちゃ笑ってて。ラジオしながらジダンダ踏んだことなくて、やっぱこれ入れなきゃダメだなって思っちゃって。これですね。直近ですけども、はい、ちょっと、また髪の話してるっていう。アスキーアートよく出てくるね、あんた。え、なんで、え、なんか、アスキーアートそんな出てこなくない？この収録直前もね、久々に笑ったとか言ってたけど。僕、だからあれ、骨氷さんとあれやりたいですもん。みんなーのアスキーアートで。裸じゃない、あれ。大丈夫。あれで、あれ裸だよね。いや、あれはドタドタドタ。人間だと思ったら裸ですよ。そうだよね。ね、アスキーアート、アスキーアートの話ばっかしてる。髪の話。まあ、これは、77回そういう回です。前回聞いてない方いらっしゃったらあれですけど。聞きなさい、私の悲しい物語、はい、また髪の話をしてるだけの回です。またじゃないけど。髪の話をね、してます。はい。まだタイトル決めてない、これ収録してるとき。何にしよう ね。髪の話でいい。髪でいいんじゃないですか。え、そんな、一文字で決める？大丈夫かな？いいでしょ。だって夏もあるんだから。自己満足の皆さんは納得。てか、自己満足入ってなくない？え？え？自己満リスナーの名前、自己満足っていいの出てきたな。流行語の候補に今、リストの中に入ってない。いや、流行語なんかじゃないから。こっちの方が。今後？今後もう7、8年？もう何十年？だし、うん、ちょっと、これはさ、やっぱり、さっき僕、ちらっと、収録外で言いましたけど、瞬間風速で考えてるんで。ああ、はい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 。さっきの時短だしかり、こっから上、もう、収録の時に、もう我々が頭おかしくなっちゃったものがランクインしてますので。あ、なるほど。残念ながら自己満足が入り込む余地なかったということで。なるほど。はい、まあ、これからね、ずっと定着させていくもんだから。はい。ということで。じゃあ、第5位。第5位、はい。わー、べん。ゆり子がよさこい踊ってんの。もういいですね、これ。ね、これ。69回。なんだ、継承略ファーストの回かな。継承略、もうまんまなんですけど。まんま、この回表す。あ、てかさ、ちょっと褒めてほしいんだけど、はい、
タイトル毎回考えてるの偉くない？いや偉いですけど、別に相談もされないんで。してないね。あの馬の話の時しかしてないですね。タイトルの相談されないので、いやなんか別にその分つけたいものつけてもらえばいいかなと思って。なんか納得いってない回ない？え？納得いってない回？ないなり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 です。そんなないかな。わかりました。ありがとうございます。はい、まあ、この回はですね、小ネタ集だね、一応。あ、そうそうそう。なんか、うん。小ネタ集の最初の方で、朝地のコーナーで、なんか、ね、小池百合子都知事が、よさこいを踊ってるのを見て、喜んでる。いや、だって本当に百合子が目の前でよさこい踊ってたの。ホームページも見たでしょ。ホームページってか、ニュース記事。百合子がよさこい踊ってる。何かと思ったら、百合子がよさこい踊ってんのって言うから。ここの、はいはいはいが面白すぎて、ちょっと。いやーね、百合子には元気出てほしいよね。なんか最近ね、肌ツヤも良くなって。え？え？なんか元気そうじゃない最近。ピチピチ。ピチピチでございます。いいことだと思いますよ。元気でいてほしいよね。まあまあいい。都政、都政って大変だよな。本当に。都庁の光は百合子の光だから。緑。じゃ第4位の発表、骨氷さん。あ、お願いします。第4位。でれれ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 れ。じゃん。おもろ任せろあーはい。あーって。これはですね。はい。第3位行きましょう。え、ちょっと。え、何ダメだろ、ね、いやいやいや、おもろを任せろって宣言ね。やっぱ自己満足におもろを任せてくれっていう。これはですね、63回の。ございます、ありがとうございます。コピーライターを舐めるなという。おかげさまでおもろを任せていただいて、本当に。かれこれ1年半おもろを任せていただいてね。はい。ゆり子の対立候補。道挟んで。おもろ任せろっての怖いよ、そこいの向こうが。おもろ任せろ、おお、おもろ任せろって言ってる。違うでしょ、第63回のコピーライターをなめるなの回で、骨氷さんが、ドリフだったかな、うん、ドリフターズですね。つけた、もう最高の、最悪だよ、最高のキャッチコピー。やっぱり聞きたくないのよ。あの時、この回あんま2人とも聞きたくないでしょ。いや、私はまだ、気づかさい。僕が深手を追いすぎてるからこの回。やっぱ骨氷さんはね、もう腕が違いますから、腕が。腕じゃねえよ、声量だよ、この回違うと。押してましたね、声量で。すごい、はい、マジでバチバチに言われてた、この回。よし、じゃあまあそんな感じでした。次からトップ3。そんな感じですか、はい、トップ3で。じゃあ、第3位。プリリリリリリリチン。てっちり。はい。じゃあ、2位に行きましょう。それでは、その、なんか、今週のキーワードは、てっちりみたいな。いや、これはラッキーアイテムですよ。その時のキーワードだろ、こんなもん。第60回ですね。海の家を考える。なんだっけ、海の家の回です。ちょっとタイトルが正確に思い出せない。海の家やるならこんな風にです。ああ、はいはいはい。この回、ちょっとかなりひどいかも。え？この回。この回なんかかなりひどくなかったですか？ひどいのあんただけで。なんかさ、あの道の上からかき氷を作るみたいな。それはよくないまだ。え？なんで何がいけないんですか？でかいかき氷はいいじゃん。え？でかいかき氷はいいじゃん。じゃあ何がいけないんですか？てっちりだよ。この回はこの男が海の家でてっちりやるとおもろいよねっていう誘導をさせられてるだけです僕がこれ。これ事前の伝達なしですよ、これ。事前の伝達なしに、この男が海の家でてっちりやったらおもろいよね、グフフっていうのを言うがためにやらされただけだな。海の家考えたら面白いんじゃないですか、あの一言だけで始めたんですけど、これを言いたかっただけなんですよ、この男は。でやばやば向こうの政党やばいっす、ちょっと。てっちり言いたかっただけだろうって矢尻でって返してる。国会答弁国会答弁やばすぎる。いや、まあ我々野党なんでね、野党じゃない、与党なんでね、我々が二大与党連立。あ、そうなんだ。いや、あ、まあそういう回です。まあ60回話は割とまとまってるんで、うん、まあまあまあ、うん、やっぱ今年の夏は良かったですね、全体的に。8月が割と怒涛だったかも。うん、なんかすごい企画とかも目白押しだったかも。なんでだろうね、頭で。頭、暑さで頭いかれちゃった。頭いかれたのはわしのスマホだけにして。だったかな。じゃあ、第2位かな。はい。第2位。でれれれれれれれ。じゃん。アグネスちゃん。あっぱれ。あっぱれ、
ついに固有名詞出しちゃったってことですね、はい、これはまあ、ドラも出てるか、これはドラもユリも出てます、あれですね、私の友達のアグネスチャンさんがあ、これもう61回でございます、夏ですね、夏の61回からなんと2つノミネート素晴らしい、まあランクインでございますけど、はい、これはあのちょっと私の夏にちょっと働いた時に、うん、まあ、アグネスチャンさんと仲良くなりましたよっていうよくもまあこんなしらじらと、ね、本当に、ね、言えるよね、ほんと、まあ、61回ひどいです本当に、ひどい、ドアラとアグネスちゃんが出てきちゃダメでしょ、一緒の回、いや別にいいでしょうね、ねえ何がいけないんでしょうねどの立場で、本当にただ単にちょっと雑談、この回説明できなさすぎるよね、ちょっと、えでもこの回が一番なんか全体を通してずっと笑ってた気がする、この回撮った後本当に顔痛かったもんこの回面白かったら笑いすぎてね、そう、ちょっとひと夏の思い出になるレベルでこれ自体がね、よかった、いい回ですこれは、うん、新あのおすすめ回にしようかって話もしたけど、あの怖すぎるって言われたんで、なんでか怖いっていう、なんか怖いって言われたから、はい、まだ8回が更新できてないです、ね、まだ8回回って話、まだ8回ですねおすすめ回いいのないの、なんかおすすめ会はでもみんなに募った方がいいんじゃないですか。ああ、お便りコーナー、ですね、思わぬとこから出てきた食べ物コーナーを閉めて、新おすすめ会。いや、それはもう新おすすめ会を今週から。あれ1週間限定だからあ1週間限定のコーナーだから、そう、おすすめ会、ね、あの新おすすめ会を教えてくださいのコーナーをですね、はい、あの今週から、はい、じゃあやりますんで、やりましょう、みんなの初心者一本目これ聞いてくれっていうのあったら教えてください、はい、じゃあ流行る1位、はい、第1位、ドゥルル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 ルバッ、マーサおかしいだろまずさ、第1位、マーサって何なの、これ、これ。いや、これですね。こうやって、こうなっちゃったんで、あの、ね、これ、お互いが5個ずつ出し合うって中で、あの唯一共通してたワードがマーサなんですよ。そうなんですよね。これ高橋マーサさん、はい、第48回、やろう自己満バス2かな。これがね、今年正直、今年1の回。今年1 あの、ずっとダッシュしてる。そう、これすごいですよ。すごいテンポ感で話が進んでる。どんどん加速していく。最後、事故して終わるだけの回だから。でもなんか、ね、この回も、なんか、ヤシココが悪いみたいな。ヤシココがなんかハンドル切ったみたいなこと言われるんですよね。そうでしょ。あの、ね、軟体盛りの話も。あなたからだし。ちょっとわかんないけどね。え？もう一回、その話、ここで流す？ああ、そこのってどこ？そこって。え、全部。全部？え、やっぱ、ねえ、その、僕がモーニングじゃ、むしろ朝ごはんじゃないって、バイキングか。朝ごはんのバイキングじゃないって言ったとこから。いやー、それはもうみんなに聞いてもらおうよ。もう一回戻って。48回ね。はい。なんか、後半です。はい。まあ、こういう回を取っていきたいけどね、本当は。でも、こういう回に、もう身を預けすぎると終わってしまう、なんか破壊なんだよ。そうそうそう、どういうことがあるとこういう顔を取ることになるかっていうと、お便りがない時なんですよ。そうですね、お便りないと構成に悩んで、お便りがない と、固有名詞がどんどん出てくる回が生まれてしまうんで、ちょっと本当にちょっと来年は固有名詞入れたくないよね、ここに。いやー、もう無理よ、もう無理な匂いする。ちなみにマーサ関連ワードとしては、マーサは固定と、マーサが7人、ハルナも7人で、あのノミネートが来ておりますんで、まあまあ、なんでこうなっちゃうの、マーサが7人、ハルナも7人ハルナ急に出てきてまあ愛なのか何なのかはね、ちょっと聞いていただければわかると思う、はい、まあでもこれ大きいね、みんなの流行語も教えてもらえれば自己満足の、はい、まあこれ今年がこんな感じだったんですけど、来年はまた様変わりしてね、あの政治と宗教の話しかしないんで、やばいやばいやばい1位増税とか言ったもんてかさ、これまとめてて思ったんだけど、はい、後半だね、やっぱ6月超えてからがほとんど、うん、そうですね、一番早くて43だから多分ね4月とかなんですよ。そうですね、なんか冬43が、冬はやっぱり冬眠してるのかな、うん、1月のやっぱこうなんか滑ってるか、やめろよいや脱却できたのね、あの8月から一気に一気に夏からギアだったね、 8月かってちょっとおかしかったのはあるけど、ちょっと来年は1月からハイペースでいってこう、
じゃあ今度何の話しましょうか。なんだろうね。今度はあれですね。今ションベン小僧の石像を作るなら誰がモデルがいいか。はい、12月最後の回でございましたけども、はい、今年1年の最初にね、はい、2022年の第1回だから26回とかに、1年の目標として1ヶ月1個目標を立ててラジオやっていこうってことで、はい、まあなんとかやってきました。ちょっと4月が波乱だったのは覚えてます。波乱だったかな。僕がブチ切れたのは覚えてます。4月ブチ切れた結果のぶっ倒れなんでね。それが8ヶ月前なんだ。やばいよ。やばいね。めちゃめちゃこないなだ気がする。こないなだ気がする。なんだかんだ毎月ほぼできてた。はい。よ。ね。まあ、まあ、それで、今週できれば、まあ、ほぼ完璧、パーフェクトっていうことで、はい、今月の目標最後、欲しいもの言ってこう。はい。クリスマス過ぎたけど、お年玉として欲しいな。うん。もう僕、来月誕生日なんで。そうだね。そうだ、はい。近いね。本当にもう近い。もうそこ。近いね。はい。まあ、そこ、もうそこでね。はい。じゃあ、どっちから？じゃあ、私から。本当に欲しいものなんで。はい、あ、僕もそうだ。はい。キャリーケースが欲しいです。ああ、切実感がちょっと身に染みるわ。ないわけじゃないですけど、うん、ちっちゃいの。いや、中学校とかから使ってるんですよ。タイヤある？それタイヤある、ある、あるけど、もうボロボロだから、うん、ああ、あるなるよね。あと、なんて言ったらいいんだろう、こう真っ白なんですよ。まあ別にいいと思うんですけど、僕、汚れが？汚れが目立つのと、やっぱ私が社会人になってしまったので、仮に出張行くとかになった場合、ああ、白ってね、白ってね、はい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 。なんで、ちょっとなんか、僕が緑が好きなんで、深緑のなんか、ケースとかだったら、色まで注文してやがる。そうそうそう。っていうのをさっき Amazon で見せてたんで、欲しいものリストに入れました。何泊分ぐらい入るやつ？でもなんか4泊分くらい。結構でかいの要求してる。でかいほどいいんだから。で、大はしょ、お土産入れれるしね、それ夏だとしても。結局だって行きパッキングうまくいったって帰りうまくいかないんだから。なんか。そうね。帰りどうせ上からね、押し込んでみたら、同じもの入れても帰らないんだから。あれ何？あれ何？本当に。現地の空気の方がでかいの。いや、なんかね、なんか空気入ってるね、明らかに。ね、なあれ不思議だよね。畳んでんのになんなら。そう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 。なんでだろう。はい。ありがとうございます。おさんは、ポータブル電源、ポタ電ってやつですね。本当にやっぱ災害って怖いじゃん。どんどん家を要塞にしようとしてるで、やっぱ災害って怖いじゃん。 あった方がいいですね、絶対。そうそう、でかけ、それもでかけれでかい方がいいんだよ。結局ポタ電もね、まあ、なんだろう、特に使い道がある。なんかさ、非常用電源としてっていうか、この停電した時にバックアップ電源として使えるみたいなやつもあるんですよ。瞬時に切り替えてみたいな。そうだね、すごい。そう、常に繋ぎっぱでいいみたいなやつもあって、普通にね、その UPS っていう無停電電源装置っていう言葉があるんですけど、はいはいはい、それとしても使えるし、あとソーラーパネルも一緒に欲しいかな。やっぱり災害が怖い。キャンプね、やっぱキャンプってなんか電気ないイメージあるけど、電気やった方が結局楽だから。もう何かあったら骨氷さんち駆け込む。大体そうってる。大体あるから。そうだね、マジで大体あるから。すごいわ。でもあれだよ、カセットコンロないからたこ焼きずっと作ることになってる。最悪。最悪だ。円だこはあるから、たこ焼きはずっと作れるけど。災害時のたこ焼き、嫌だな。嫌な味。ねえ、あっちいし、水異常に水欲しくなるためも。たこ焼き作るのに水必要なし。そう、確かに。卵もいる。最悪かも。ちょっと料理だけあれかもだけど。はい。ということで。そういう感じで、はい、この2人にぜひともお恵みを。どなたか。その分の甘ギフでもいいから。最悪。元も来ない。その分の甘ギフくれればね、いいから、やっぱ。ツイッターでね、はい、待ちしてます。お願いします。そういうことで、2022年はありがとうございました。ありがとうございました。2023年もラジオ自己満足、よろしくお願いします。フルスロットルでいきまーす。それでは、また来年、良いお年を。良いお年を。